はい、今日の下回りはカプチーさんではなく、まだ、あ、毎度お世話になっております。もうな、え、足の踏み場がない。そうなんやって。どうなっとんのかね、これは。でこんな風になっとんかな、ほんまに。わかる、このバラバラ具合が。もう今時こんな風にピストン転がっとるところもないよ、ほんまに。転がっとるな。そうやろ、転がっとって。で見てください、まあ最近めったに見ることなくなったクランクシャフトがちゃんと見えるでしょう。まあやな、ね、頑張っとるじゃないですか。そうそう、ちゃんとエンジン整備所までゲットしてきて見て、1989年って書いてある。古いな、古いわ。これであのちょっとクリアランスの値とかそんなん確認しながら、はい、まあ、ちょっとどこまで部品を取っていくかっていうのを今からね、はい、やっております。もういつになったら始まるんですか、始まるんだろうと思ってるそこのあなた、もうこんなん暇な時でなかったらできんけん、ほんまに。マジで。でもその暇な時がいつ来るんやって言われたら来ません。はい、はい、来ませんので、まあそこら辺はもうちょっとね、はい、まあおいおい頑張ってください、はい、頑張ってやっていこうかなとは思っております。はい、ということで、まあエンジンさんはね、はい、まあちょっとしばらくは部品やってあるんですけど、見てください、こっちも。またこれね、見て、サドクレーム下ろして、なんか素敵なミッションと、はい、あれが見えないエンジンルームやな。クラッチプレートなかなか見れんな、最近は。もう最近こうやって見ることないで、ほんまに。そうなんや、しかも殿下の宝刀ホンダの K20 エンジンでございますよ。いいじゃないですかこれ。ええやろ。ああ、何のご依頼ですか。これはね、お知り合いの整備工場さんからね、はい、もうめんどくさいけんやってくれっていう依頼が入ってきてね。あ、押し付けられたんですね、うん、と俺は思っとる。まああんまり言うとなあれやけんな。まあでも、まあほら最近そのなかなかしないお仕事で、はい、まあ、うちでは定期的にするんですが、はい、見えますか。あら、クスコ LSD タイプ RS って書いてますけど、デフ入れるん？デフ入れるんやって。へえ。なんかデフ入れるん、まあ俺も直接お客さんと話してないけんあれやけど、なんかデフを入れるというので、はい、ね、まあ、ほらうちでおる限りちょこちょこ見ますけど、あんまり他では見なくなってきた。もうだって最近デフ入れてどうのこうの言う人もおらんようになったな。おらんやろな。あ、もううちのお客さんぐらいよこんなこと言うの、ほんまに。そうなんやって。なんで、はい、まあ、これをな、今からデフ入れ作業するのに、はい、ミッションも今から割って、はい、ね、もうデフ入れていこうかなって感じっすわ、ほんま。もう名前変えたら、え、レーシングサービス大林に。お前ら、いやでもこんなんばっかり入ってきたらそれはそれで困るやん。え、ね、いっぱいお金もらってる。いっぱいお金もらって、そんなん言ったらもう車検が山ほど入ってきて、それでいっぱいお金もらえる方がよっぽど上がりがええで、ほんまに。お前も言ったやろ、仕事とはめんどくさいことをすることですって。そうです、確かにおっしゃる通りです、はい、なんでね、はい、これも今からちょっとやっていくとこなんですけど、はい、そうなんですよ、なかなかね、まあ、てかもともと純正でその、うん、トルセンのまあまあ効くやつが入っとるけん、いる、いや個人的には普通の道走ってる限りいらんけどな。あ、そうですね、そう、まあ、サーキットとかでもうあのゴリゴリ走るよってなったとか、はい、まあ、お山とかをね、はいはい、ゴリゴリ走るよってなった時は、はい、あった方が楽しいけん、うん、まあ、僕も入れることはあるんやけど、まあ、そうでなかったら普通のとこで言ったらまずそもそもメンテナンスサイクルが激短くなるけんな。そうね、そうなんやって。いや、いるっていう。いやでも最近これも俺の独断と偏見コメントやけど、はいはい、あの YouTube さんとかですね、見たらさ、うん、デフがいいみたいなのとかさ、いろいろ夜やん。夜な、ホットバージョンとか見たら大抵夜やん。夜夜、うん、ほんならな、まあ、あの対してその実際使ったこともないけど、はい、そのメリットのところばかりを見て、うん、あの入れたがる人たちはやっぱりおる。おりますね、うん、もうだって、うん、どっかの、うん、あれスカイラインは入れてないんか。あ、スカイラインは入れてないな。前のあのマーク2の時は入っとった。マーク2の時はだってもう後ろの下玉をボキ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 、そう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 、久しぶりに聞くでこの音っていう。イニシャルトルクガチ上げやしな。そうなんや、だけどまだ4駆系と
とかで入れることもあるけどな、ジムニーとかそんなんね、それはまだわかるかな、黒関係でな、そうなんよ、ね、だってあれやで、はい、あのサンマルのジムニーなんか確かリア溶接デフロックやで、もうね、うん、頭がおかしい人がいるな。で、まあ、今からねこのミッション割って、はい、割っていくんですね、うん、久しぶりにやっ FF やるもんな、ちょっと1年ぶりぐらいになるけんあれやから、そうなんですね、そうそう、めんどくさいよね、下ろすのに、まあ、サブフレームまず外さないかんやんか、でけんそのサブフレーム外すついでに、はい、これよ、あほら殿下の宝刀スプーンやスプーンさんの理事からやな、はい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 、まあ、個人的にこれはなこのタイミングぐらいでないとなやるのめんどくさいけんな、一応声をかけてあげる、そうでしょうね、入れませんかって、はい、そうなんですよ、でもだってこれさっき中身見たと思うんですけど、もうだってさ、はい、なんかもうほら儲かる匂いしかせんやんこれそれは言うな、それは言うな、もういやいや、それつけるんがじゃなくてな、スプーンがじゃなくてな、それは言うな、ね、もういやでもな、でも着眼点は素晴らしいけん、こういうものを考えて売る能力が大事、うん、そうなんよ、結局なこの多分おそらく申し訳ないけど原価で言ったらクソ安い材料よほんまに、そうよ、でもこれをちゃんと商品として売れるようなところにまで高めるっていうところに、はい、素晴らしい、素晴らしいところがあるけん、でも実際物としても、はい、前何に入れたんやったっけ、スイフトかな、うん、割とシャキッとするよ、へー、ほんまにほんまに、そうなんや、うん、ZC3人のスイフトに入れたけど、まあまあシャキッとするよこれ、じゃあもう、うん、パッチ理事から作って売ったり、パッチ作らんのもうあるんやけん、もうほんまに、僕はね日本人なのでね、はい、パッチはねそんなにそうそう作っていけませんよ、あいつに作らせよ、え、あの中国人に、あの中国人に作らせるパッチを中国で作ってもらったら安い、ほんまやな、原価めっちゃ安いパチカラができるかもしれない、パチカラ、そうなの、ね、今からこのサーブフレームの間にそれを入れてって、ほんで、はい、ついにね、もう盛りだくさんやな、あクラッチも変えろ、あどうせここまでやったらクラッチも変えるやろ、戸田さんじゃないですか、戸田さんちの、はい、ね、本当に、あれやんね、こんだけもうさっきも話しとったやん、ああやっぱあのお客様のやりたいと有望を邪魔要望を邪魔せずにね、うん、やってあげることがやっぱ大事やからね、大事です、ね、はい、本当にそうなんですよ、なんでまあちょっとね小言は何個かは言いますが、うん、まあねやっぱちょっとそういう組み込み作業もね、まあ、していこうかなとは思っております、伸びますかねそれ、どういうこと、動画的に、お前やろ、伸びんな、伸びんやろ、そらもうフランクでもつけよる方がええと思うで、そうそう、うん、今時なかなかなって、もうこんなことをしてくれるところも少なくなってきよるけんな、ほんまに、てか してくれるところっていうかする人も少ないけどな、そうやね、減ったね、うん、昔はだってもうみんな定番メニューでこの辺帰ったもんな、そうよほんまに、うん、ね、なんでまあこのタイプ R さんもね、はい、今もうめっちゃ高いので、そうなん、そうよマジで、うん、そんなスロー、え、多分裾200万ぐらいする、ええってなるやろマジで、うん、ほんまに、はあ、高いやつとかになったらやっぱ300オーバーとかもあるけ、ほんま、まあボロいやつやったら100万台ぐらいでもあるんかな、ちょっと分からんけど、そうなん、そうよ、このタイプ R さん、ね、何の変哲もないあのタイプ R さんですが、そうなんや、そう、今多分これでも結構するんちゃうんかなとは思う、知らんかった、あそうなんよ、あれやな、走る車っていうだけでちょっと値段がな、そうそうそう、高いんやな、ホットバージョンに出てくるやつは大抵高い、あほんまにホットバージョンな、はい、この間見たらあの、うん、Z4 とはいはいはい、はい、スープラ対決、プースラのやつありましたね、うん、ありましたね、ええー、なやっぱあれ、うん、やっぱねあれ分かりやすいのはいいと思うね、うん、本当に、うん、まあ残念ながらどっちも BMW ってまあでもまあやっぱそのねあのジャパンの息吹が入ってるのはいいんじゃないですか、あそうですね、本当にね、もうなんですか、まあということでね、はい、まあこんなごとごと作業をちゃんとしていますよというご報告でございます、ざっとな感じになってますね、はい、うん、もうな、もう大変なんやけんこれいいよこれもうなくならんのもの、え多分大丈夫、まあうん、大丈夫大丈夫大丈夫、もうここでなんか誰かが遊びよったらもうわーってなるけど、ほんまにあれがないこれがないってなりそうやな、うん、そうだから
早くいい場所が欲しいね。はい、新工場建てましょう。いやー頑張るけどって言わないからな本当に。まあということで、はいはい、まあ、こんなことごとやってますじゃよのご報告でございました。まあまた機会があったらぜひ。バイバーイ。